緒に遊んでたの、はい、でそれが楽しくて、はいはい、でそのうちちゃんとなりたいなって思って、あ、俺入れ墨入れたいですって言って、それでお医者入れるかって、まあそれも怪我の巧妙っていうかさ、だって俺あれしてたらもう全部バッチリ仕上げちゃった、はいはい、ああそういうこと、さすがにボクシングできなかったでしょ、多分1年経った17、17歳の夏、その時にあの捕まって、はい、逮捕されて、あ、それで2回目の少年院に行ったのが、お父さんが導いてくれた一番の大きなターニングポイントじゃないかな、うん、だってそうじゃなかったら、皆さんこんばんは、タンタン一本道のタンタンです。今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあ今回はですね、シリーズであの撮影させてもらってる、はい、川崎たつきの人生探訪の人生に迫っていこうと、はい、はい、いう企画シリーズなんですけど、まあ今回その続き、はい、はい、年で言ったら高校生、そうです。はい、高校 1、2 年生ぐらいの話をちょっと聞いていこうかなと思うんですけど。うん、はい、当時を振り返って、うん、まあ、なんか一言で表すとしたら、なんか当てはまる言葉とかありますか？今思えばね、はい、あれかもしれないけど、もう全然記憶が薄れちゃって、あ、その頃、まあ、一言で言うならば、危ない。危ない。うん、まあ、危険、危ない。危険。はいはい、人は変わってないんだけど、性格とか、はい、だけど、何に対してもやっぱり、なんじゃこりゃーっていう風になっちゃってるからね。尖ってた。そう、尖ってた。あ、じゃあちょっと、まあね、細かいところをまた聞きながら、うん、はい、まあ、ちょっと視聴者の方、あのこの時点でできればあの高評価とか、まだチャンネル登録してない方はこの時点で、よろしくお願いします。はい、ポチってやるだけなんで、あ、ポチってやるだけなんで はい、じゃあ早速聞かせていただこうかなと思うんですけど、はい、前回ね話終わったところが卒業式を初年の中で迎えて、はいはい、結構異様な光景だったみたいな話を聞いたところで終わったかなと思うんですけど、まあ少年院出てくるわけじゃないですか、うん、それがどのタイミングですか？15歳、ね、本当はすごい進級が早かったから、はい、長期の少年院だけど短期みたいな日数で出れちゃう進級をしたの俺、はいはい、だけど中学生じゃない、はい、中学卒業する前に少年院出しちゃうとまた中学校に、そこでまた始まって、うん、元の木阿弥じゃないけどさ、うん、なっちゃうからっていうので出れなかったんだよね、うん、言葉の通り結局その後だったわけですね。そう、卒業式が終わって、はい、まあ、すぐじゃないけどね、3月の卒業式終わって4月になってからじゃないかな、はい、あ、じゃあもう学年もみんな変わってっていうタイミング、うん、そうそうそう、俺の仲いい友達が高校に行ってたり、はいはい、あの定時制高校行ってたり、 あともちろん学校行かないで働いてたり、はい、がいたからね。はい、たつきさんは出てこられてからどうされたんですか、うん、その周りは進学してる中だと思うんですけど、俺はずっと中でも言われてたのは、はい、と付き合っちゃいけない、うん、ね、そのもともとはそういう交友関係があったっていうのは知ってるから、はい、 そうですね、それが特別遵守事項になってて、はいはい、俺もやっぱりちゃんとやんなきゃなっていうのも思ってたけど、うん、でもにはなろうと思ってたから、あ、最終的に、そうそう、はいはいはい、だけど今出てきたばっかりの時は、はい、まずちゃんと働いて、あ、保護士の先生も決まってたから、あ、保護士の先生に挨拶に行って、はいはい、お仕事は何かしら疲れたってことですね、うん、そう、はい、あの運送屋さん、運送屋さん、はい、うん、自分でアルバイトニュースか、はいはい、新聞広告あります、ね、そう、新聞広告の裏だろうな、はいはい、あのあれを見て、でほら地元のね、新聞だからさ、地元の求人が入ってて、はい、まあ、近いところ、はい、自転車ですぐ行けるところに、ね、なんか募集してたから、うん、16歳から、はい、トラックの助手ね、はいはい、うん、確かね1日6000円とか、あ、多分5、6000円だったんじゃないかな、若い運転手さんたちがいる運送屋さんだったのね、多分免許取ってまだ20歳うん、とかなってるかなってないかぐらいの
運転手さんがドライバーさんで、はい、先輩 で, で,、ねうん、で俺が助手になってコピー用紙を運んでたんだよね。あ、長い期間やっいやあそうでもない、うん、2回か3回お給料いただいたぐらいだと思うんだよな。終わった理由、次の仕事見つかったとか何かしら理由があって、うん、はい、もう真面目になろうと思っていたはいなかったんだけど、はい、になりたいなっていうのがあって、はいはい、でも最初はちょっと少年出てきたばっかりだし、ちゃんとやってないといけないなっていうのを思ってたから、はい、それで働いてたんだけど、友達はもちろん遊ぶじゃない、はい、その流れで少年入る前に遊んでた、はい、の先輩にもちょっと出てきましたよって連絡して、ご苦労さんみたいなさ、それで一緒に遊ん、はい、お酒飲んだり遊んでるうちに、もう早くやりたいなって、でそしたらもうこの運勢さんやってる場合じゃねえなってあそういう理由で、そうそうそう、やめますって、さすがに理由は言ってない、理由は言ってない、でやめますって言って、はい、やめてそのままもう叩いたっていう感じ。すごい僕素人目線というかあんまり触れてこなかったタイプなんで、うん、まあ分かんない部分で聞かせてもらいたいんですけど、うん、その〇の世界に入る、まあなるっていうタイミングって何かしら、なんかそのあるんですか、その会社とかだったらやっぱ入社式があってみたいなのあるじゃないですか、うん、もう普通さ、はい、杯ごととか、あー、そうですね、あったりとかっていうのは、はい、あるんじゃないの、分かんないけど、俺がいたところは、はい、そういうのは当時見たことない。あ、うん、大きな組織とか、はいはい、はさあるじゃない。でも、ああります、大人でも大人の人でも俺がいた時は、はい、そういうのを見たことないな。あ、じゃあ、うん、もともともとつながってるしみたいなところで仲間入りしたっていう感じ、うんうん、そうそうそう。あ、そのからはどういう生活になっていたというか、それで、はい、仲良くなかった先輩がいて、はい、俺のことを誘って、はい、来たあの大勢いる中の一人で、はいはい、その仲良かったその先輩の仲間たちもやっぱりみんな年が若くてさ、で一緒に遊んでたの、はい、それが楽しくて、はい、でそのうちちゃんとなりたいなって思って、うん、あ、俺入れ墨入れたいですって言って、それでおじゃあ入れるかって先輩が親分に話してきて、はい、いいぞってなったみたいで、入れ墨とかもやっぱその許可っていうか、うん、結局自分で入れるなら入れるのか、か関係ないだろうけど、あ、そういうことですね、そのお金を親分が、はいはい、あの払ってくれって、はい、親分に聞かないでさ、親分がお金払う勝手に入れるわけにもちろんいかないよね。そうですね、うん、あ、そういうことですね、うん、である時一緒に堀内さんのところに行って、はい、それで俺は水滸伝っていう中国の物語、はい、あれがもう元々大好きだったから、はいはい、その中でも好きだった人物がいてさ、はい、それがいたのよ、その図柄の中、あれ見本の中で、そう、はい、あ、これ顔じゃないかな、あ、俺ね、先輩この人このこれ知ってるんですよ、俺この絵がいいって言って、あれって痛いんですか、やっぱ痛い、あー痛いですね、うん、まあ痛いけど早くもう入れてさ、うん、はいはい、子供だったか知らないから、はい、一回で全部終わるのかと思ったら、あ、もちろん終わらない、あ、考えてみたらそうだよなって、あ、そう、うん、最初筋彫りやって、はいはい、上半身だけぼやってやって、はい、赤くビエって腫れてるんだけど、こうやってって何回も何回もあれなんだ、一回で終われねえんだみたいな。だけど俺のその先輩がさ、痛いのか怖いの、怖いんだよね、兄貴行きましょうよって言うんだけど、いや昨日ちょっと飲みすぎちゃったから同じタイミングでいつも行って、いつもセットで行って、はいはいはい、ああそういうことですね、だから進まなかったんだそうですね、最初行こう行きましょう行きましょうって言って行ったんだけど、はい、そのうちスピードが、いや今日はちょっとあれだからまあそれも怪我の巧妙っていうかさ、だって俺あれやったらもう全部バッチリ仕上げちゃったもん、はいはい、ああそういうこと、さすがにボクシングできなかったでしょ、そうですね、多分、まあ、全部が良い方になってるんだけど、でその先輩がボクシングに誘ってくれたのもその先輩なのね、もちろんね今入れ墨がある人がもちろんかっこいいなとも思ってるし、はいはい、だけどない方がいいなとも思ってるし、あ、まあボクシングのことが一番だけどね、はい、そうですね、それに進めたからさ、仲間入りしたわけじゃないですか、その、うんうん、はい、そこからなんかその日常は どうなってた、例えばお仕事云々とか、あのね、最初のうちは、はい、の家業としては、はい、お葬式、お葬式、うん、義理って言うんだけど、はい、お葬式とかあのお祝い事、はい、例えば刑務所から出てきた
人、はい、刑務所から出てきた人のお祝いで駆けつけたりするんで、あと亡くなった人とかのお通夜というかお葬式で、はいはい、みんな組でさ、お金をお香典を包んで、はい、ガーってみんなで、はい、大勢で行ってバンって渡して、毎日あるわけじゃないけど、あ、まあ頻繁にあってさ、はい、それがまあ今はどうなのか全く知らないけど、はい、まあ俺が当時感じてたのは、あれがまた自分たちの勢力というかさ、見せる、はいはいはい、お互いにアピールする場所だったの、はいはい、でまあ俺は全然ガキンチョじゃない、はい、でもスーツ着てさ、ビシッとしなきゃみたいな、親分を守らなきゃみたいな、本当これだったから。一生懸命というか、そう、ね、一生懸命、はいはいはい、じゃあまあそういう日常を送られてたわけじゃないですか、うん、でまだ16歳で、うん、ってことはまあそれ以外の時間結構あるじゃないですか、その義理こと以外の時間、うん、その時間はなんかこう遊んだりとか、そう、はい、まあ、だけど、はい、まだ16でしょ、はい、同級生の友達ともめちゃめちゃ遊んでたから、あ、はい、元ちゃんとかさ、はい、そのままじゃあいわゆる年的に高校生の世代は平和に終わる、平和にはね終わらない、あ、喧嘩だらけだから、ね、ああそうなんですね、うん、そんな人は多いかもしれないんだけど、うん、自分たちが一番だと思ってるから、はい、このシリーズだと割とやっぱり辰木さんこうところどころにトラブルというか一大イベントみたいなのがあると思うんですけど、うん、そういう意味で言うと次に来る大事事件だったりとかは、次に来る大事は1年経った17、1年経って17歳、うん、17歳の夏、夏その時に捕まって、はい、逮捕されて、あ、それで2回目の少年院に行ったのがイベントじゃねえな。まあまあ一大事件、そうですね、人生の中では一大事件ですね、うん、僕のイメージ、勝手な今話聞いてたイメージからすると、うん、喧嘩云々とかあったとはいえ、うん、やっぱ腕っぷしでやってたわけじゃないですか、うんうん、そこまでは、うん、話的に急にこうね武器が出てきた、うん、話が出てきたんで、うん、あれ急に意外だなみたいな思ったんですけど、うん、その時はもう生活が変わってたりとか、なんかそういう、ね、はい、生活変わってたわけじゃないんだけど、もうさ、はい、一員になってたでしょ、はいはい、俺がいたその組織は、はい、いっぱい若い人はいたんだけど、はい、小さな組織だったのね。あ、そうです、うん、でまあ大きな組織から、はい、うちに来いやじゃないけどさ、あ、吸収される組になってる時だったの、はいはいはい、俺がいた組の親分は、はい、行かないって、あ、そこに行かないって、はい、自分たちがいたその組織は4団体があった組織なんだけど、はい、そこで行かなかった俺たちは昔からあった組の名前を、はい、出して、はい、昔一回泊まってた組の代も表に出して、それを親分が襲名してさ、まあ、一本どっこの組織になって、はい、大きな組織の中に入ってるわけじゃなくて、 それだけの一本、なんかそれをなんかね、はいはい、一本どっこってね、はいはい、一箇所はやっぱりその大きな組織に行って、で俺たちのところは行かないってなって、うん、狙われたわけよね、はいはい、親分がさ、はい、喧嘩状態、いつなんか来られてもおかしくない、親分の命が狙われてもおかしくないっていうか狙われてるっていう状態だからさ、だからって、そうで俺も預かって、はい、ねえ、まださ17歳じゃん、うん、うわかっこいい。まあまあそうです、ね、これかよ。いい、これはじき。打ってはないですよね、打ってない、打ってはないですね、はいはい、隠しとかなきゃいけないから。まあそうですよね、うん、で隠すのに俺は実家に隠しておいた。実家に、うん、机はそのまま残ってるから、はいはい、でそこの机の裏に隠しておいた。そしたら俺がほらになっちゃってのをお父さん知ってたから入れ墨入れてさ、はい、何しろ俺入れ墨入れたら、はい、実家に住んでないくせに実家に行って、あ、疲れたなっていう感じでこうやって寝たふりをしてて、はい、寝たふりをした上にこうやってわざとこうやってやってまくって、ね、寝たふりしてこうやってまくってるわけ。そうすると見て、おい辰木、お前これどうしたの、これ。何、寝たふりしてないさ、何言って眠いふりして、なんだお前その背中って見ちゃったんだ、見えちゃったんだって見せてたくせに見えちゃったんだとか言ってさ、
実家、なんで実家にみたいな。いや、はい、そうだよね、まあ友達の家とか、はいはい、そういうのもあったのかもしれないけど、うん、よく実家だったんだね。でも結果それで少年にっていう話じゃないですか。結局自分の人生、はい、それがプラスになってるわけじゃない。 あれお父さんが警察に言ってくれなかったら、はい、今俺いないよね絶対。あ、じゃあ結局親さんが、うん、まあ本当かどうか確認したんですか。確認はしてないけど間違いなくお父さんが、ああそうです、ね、お父さんが言ったのって聞いたら、はい、それはお前が将来父親になったら分かることだ。うわー、粋なことですね、うん、それ何どうやって聞いたかっていうと、お父さんって俺さって警察に捕まってる時も、はい、鑑別所にいる時も少年にいる時もずっと思ってたことがあるんだ。今回っていうか小田原少年行った時のさ、あの言ってんだけど、はい、警察に言ったのお父さんじゃないの、うん、どうなのって言ったらお父さん黙っててさ、将来父親になったら分かることだって、うん、で俺さ、まあ今思えばっていうかその時もきっと思ってるんだけど、はい、そうやって言ったらさお父さんが言ったんだなってもちろん思うのに、うん、お父さんから俺が言ったっていうのを聞きたかったんだろうね。あで俺はお父さんにどんどん詰め寄ってさ、はい、はって何言ってんだよ。あ、まあ、俺が聞いてんのはそんなことじゃねえよ、お父さんが警察に言ったのか、うん、言ってないのかどっちなんだっていうことだった、はい、お前が父親になったら分かるんだ、てめえふざけんじゃねえよ。その時はもうでっかい声でさ、はい、この野郎ふざけんなバーンってもう出て、あ、まあそれでもう分かってんだけど、はい、その時はさまだ全然ガキ強いからそんなんじゃん、うん、その後薬やって、で薬を終わって自殺未遂して精神病院にして沖縄ダルク行って、沖縄ダルクで1年に辞めにして、ゆかちゃん待ってるって死って帰ってきて、やり直そうと思ったけどお父さんの命が余命1年だって聞いて、やらきゃやめて働いてて、そこでボクシングに誘われてっていう風になってるよね、うん、そういう風になったのって始まりはさ、そのお父さんが、うん、ことを警察に言ってくれたことですよね、自分の人生にとって。そうです、ね、だってそれがなかったら間違いなく今ここにいないもん。そうですね、うん、この世にいないかもしれないし、うん、この場にももちろんいないし、あの今こういうふうにあの友達と多分いないっていうのは、はい、死んでるか、うん、二度と出てこれない。まあよくお話しされてるやつですね、うん、その、うん、まあ役で活躍してみたいな、そうそうそう、知ってやりたいみたいな、うん、まあ、なんか当時はあれだったかもしれないですけど、今考えればかなりターニングポイントになったっていう、ね、いやもう当時はね全然分かってなかったけど、今はもうこの年になって今この人生歩んでて、はい、一番のターニングポイントなんじゃないかな。それお父さんが導いてくれた一番の大きなターニングポイントじゃないかな、うん、だってそうじゃなかったら、まあ、ある意味間違いなく死んでるもん俺。そうですね、うん、まあ年を若いにしろ結構ラストチャンスだったかもしれないですね、うん、お前さん考えてたのは、うん、そこで止めなきゃっていう、うん、ちょっとまあだからね、あのもうちょい今回も進もうかなと思ったんですけど、やっぱり、うん濃いですね、うん、あなのでまあいわゆるね辰巳さんを知っていただいてる方も見ていただいてる方多いと思うんですけど、うん、注目されるところはやっぱボクシングで、さらに遡るとね、うん、そういう道に進んだ時の話を聞きたいと思ってる方がいると思うんですけど、うん、まあそのやっと入り口にたどり着いたかなっていう、すいません、そうですね、はい、なかなか進まなくていやいや、まあ、濃い証拠なんでね、賛成、まあでもご自身のチャンネルなんで、うん、まあこんだけ濃くやるところはね、うん、テレビでもそこまで細かくはやってないと思うんで、うん、まあぜひねこの YouTube 見て楽しんでいただけるかなと思うんですけど、うん、じゃあ、 まあ次回はその2回目の初年に行ってからの、うん、まあお話、うん、はい、まあここもかなり濃いんじゃないかということで、うん、はい、次回はちょっとできる限り僕がポンポン進めるように、はい、よろしくお願いします。いや濃いよ小田原少年ですいや今思えば本当、はい、辛かったしあれだけど、でも今思ったらいや楽しかったなって今思うとだよ、うん、
で楽しかったし、自分の人生の本当に今の本当ど真ん中だもん、うん、だから前も言ったようにバックボーンだよ、はい、バックボーン、はい、そう、ぜひ高評価と、はい、チャンネル登録、はい、あとコメントとかもね結構いただいてて、うん、ありがたいなと思ってるんですけど、うん、そう、俺も本当にちゃんと見て返せてるかな、はい、あ、でもはい、僕も見てるんですけど、うん、返信していらっしゃるのを見てます、うん、はい、あるとね次回も、はい、続けようっていう、ね、はい、気持ちにはなれます、お願いします、はい、皆さん、淡々一本道で、淡々一本道じゃなくてもどっかで会っても楽しいし、淡々一本道でお会いしましょう、じゃあねー、あ、たまには落ち込んでうなだれるだろう、けつまずいて転んでもそれは誰のせいでもない、大きな悩み小さな悩み、時間が経てば全て離れそうさ。